さて、そのトップだと僕はね、相手の手段にしましょう。こうやってね、相手も右手、自分も右手です。こういう形でね、こう入っていきます。で、今日ね、最初に言っておきますけども、この小指、薬指の使い方を大事にしていただいて、一気にガッと持っていかないで、順繰りにね、小指から薬って、時間差をつけて絞ってほしいんですよ。もちろん親指もね、必要ですけども、親指と協力して、小指、薬指が順繰りにね、絞られていくような使い方をしてほしいんです。一気にこうやってやる人が多いんですけども、中にはこの人差し指の方が先に行っちゃう人もいますよね。そうじゃなくて、こういう感じでやってほしいんです。こうなりますでしょ。で、こういって、いよいよここまではまだ持たないんです。ここで持っちゃダメです。はい。ここの状態から、いよいよ足腰が入っていくときに、これが小指、薬指の感じで絞っていくようにしてください。最初の手はね、回るとこうやって、手を縮めてください。で、間を伸ばしてやって、入っていく感じですね。で、いくつかあるかと思いますけど、とにかくね、この小指、薬指を一気にこう持っていかないで、小指、それから薬指という形で、わずかな時間差ですけれども、絞る順を決めてやってください、こうやって。で、手の使い方は、ここでいきなり親指かけて握るんじゃなくて、握らずに、丸くこういうふうに、相手の体に行きたい方向を伸ばしてやります。相手が伸びます。で、バランスを崩します、その時に。こうですよね。こうです。と自然にここにですね、相手の手が入ってきますから、ほっといても。親指をかけると、この途端に相手も自分も体が硬くなります。で、束縛されますから。と、いい方向に行かないんですよ。持たないで、こうやることによって相手の方が行きたい方向に行きますから。相手の方も行きたい方向があるんですよ。好きな方向が。その好きな方向に出してやってですね、こうやって。で、入っていくんです。その時に、いよいよ体が、足腰が入っていく時に、こういう薬指の順番で、この絞り入れてくださいよ。ここで引っ張ってで最後は沈めるときにちょっとここ働かせます。こういう薬指を絞った状態でここに空間ありますよね。でここを使って沈めていくわけです。今こうですよね。決してこうかけないで最初にこの状態でこうです。そうするとこうやったときにここに相手の手が入ってくるんですよ。ここに自然に。まあ、こういう関係ですよね。こう。これがですね、こうやって、まだ持ってはいないんですが、こういうふうに入ってきますから。これがいいんです、こうやって。この状態です。極端にやると。それを自然にやればいいんですけど、で、この後、くぐるときに、こういう順ですから。OK でしょうか？こっちから。こうですよね。見てください。どうぞ、はいはい、見てください。で、途中、全部じゃ言ってないかもしれませんけど、まあ、この位置でこういうふうにやるんじゃなくて、少しナイキのマークみたいにして、ちょっとこういうカーブをつけるんだよっていうふうに申し上げましたけど、その方がはるかにやりやすいです。で、より専門的になりますよね。これで、このままいくと相手の崩しとしては弱いんですよ。で、これが、こうなると大きく相手が、伸びていきますから。要するに描くラインを少し長めにってことですよね。まっすぐだと短いけども、カーブをつければ長めになりますから。でこういう考え方が応用の使用内容の、ね、崩しにつながっていくんですけども、やがては。今度は、ね、裏に入ります。同じように入れてはこうです。こうしながら裏に入ってください。ぐっと。こうですよね。こういう感じです。まだ持たないです。で持たないけどここに。ここに入ってきてますよね。相手のここがね、はい。こうですよ。その時に、お辞儀しますよね、グッと。こうです。開けると、こういう感じで、ね、こういって。確かにですね。こういう状態。もし、入りたいことがあったらば、相手の自分の関係を見てください。もしかしたらこうなってるかもしれませんが。そしたらちょっとこういうふうにいい位置関係に立っちゃえばやりやすいですから。
こうですね。手はね、こうすると相手はなんか喋りやろうって気持ちになるんですよ。こういったと。これ相手で好きだらけでこっちは。こうなることによって相手は喋りづらいって気分になりますから。で、肯定しちゃうです。で、こういう抵抗をすることによって自分の肘がちょっと沈むんですよね。これだと手が肘が浮くんですよ。こうなってると。こうすると、ちょっと斜めにしながら手を出すとですね、肘が沈むんです。肩も沈むんですよ。いい状態になるんですよ。そうすると、これがね、こういうふうにやりやすいんです。で、こういう手で相手に攻めを打ってるとかしいけども、相手に攻める気持ちを起こさせないような感じなので、これがこうなると、相手はもう、いつでも来るぞっていう、行くぞってことになりますからね。こういう状態で、こうですよね。入っていきます。これをね、いよいよ自分の体が大きく強く動くぞっていう時に、この小指、薬指から絞っていってください。一気にこうやらないで。この順番でやります。この順番でやることによって、さらに相手もね、崩れが大きくなりますから。こうですよね。こう行きながら、こう行きながらですよね。まだ持たないです。いよいよ動くぞという時に、強く動くぞという時に絞られていくんですよ。はい、どうぞ裏やってください。基本ですから。